1つ目のお題はアイスです。下に母音がヒントとして出てるので、踏めるだけ制限時間内に踏んでみてください。いかがだったでしょうか。自分はこのような因果を思いつきました。3文字だったので分かりやすかったかもしれません。次はもう少し長い文字数に一緒にチャレンジしましょう。次のお題はこちらです。さっきの単語より文字数が長いので難しいかもしれませんが、一緒に頑張りましょう。いかがだったでしょうか。自分は正直あまりいいのが思いつかなかったので、お題を変えればよかったなと後悔しています。皆さんはいい因果踏めたらコメント欄でぜひ教えてください。では次の問題です。次のお題はこちらです。皆さんもそろそろ温まっていい因果思いつくようになってきたのではないでしょうか。お互いいいのが踏めるように頑張りましょう。いかがだったでしょうか。自分はちょっと恥ずかしいなっていうぐらい、なんかわけがわからない因果が並んでますね。はい、皆さんはきっといい因果踏めてると思うので教えてください。それでは最終問題です。最後のお題です。最高の因を一緒に踏みましょう。お疲れ様です。長くて難しかったんですが、自分はとても楽しかったです。皆さんはどうでしたか。普段はラップバトル練習動画を上げているんですけど、こういう動画で皆さんと交流していけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。